筑子は日本海軍の測量艦。1943年カビ園沖で食来沈没。艦名は九州全体の故障、または筑前、筑後を合わせた国名による。艦名は巡洋艦、筑子に続いて二代目。1937年度の3計画において日本海軍初の測量専門の艦として計画された。計画番号 J1-1。 1942年度に改めが高に一石が計画されたが、戦局悪化により建造取り留めとなったので、当初から測量艦として計画された唯一の艦となった。不設艦、価値力をタイプシップとし、前線での単独強行測量を想定して、解剖艦に準じた兵装を搭載している。また艦型も解剖艦などの小型艦艇に近い形状となった。 測量設備としては30トンの測量機材のほか、本館の入れない場所の測量のために10メートル測量艇を4隻、航空測量用22支線サダ1機を搭載した。また館内には製図室、測量作業室、気象作業室、解消作業室なども設けられた。手機は測量艦として大きな航続力を求められるためディーゼルとなったが、 大和型戦艦に利用予定だった手記を転用している。天竜型軽巡洋艦、軽巡洋艦、夕張不設艦、五福島などとともに三軸艦としたのは、低速が必要な測量時には三軸のうち、中央のみを使用するためである。公師運転時には、振動が甚だしく、収益までに修正が施された。小柄な艦型のところ、 固有乗員の他に水路部員を乗せたため居住性は良くなかった。歌唱艦名、第56号館。1940年8月30日、練習巡洋館、菓子井、影楼型駆逐艦2隻等と共に命名される。1941年12月17日に、三菱重工業横浜選挙で竣工し、横須賀陳府席となる。 同日第三艦隊付属となり、第一測量隊を乗せて12月20日に、横須賀を出撃して12月25日に、ラモン湾に到着し、同地の測量を開始した。測量終了後、1942年と共に、バリ海峡で警戒に当たっていたところ、県の4隻を発見して交戦するも、最終的には振り切られた。3月10日付で、第二、 南遣海艦隊付属となり、南方作戦が一段落した後は、スラバやダバをバリクパパンなど南方要所の測量に従事した。湘南セレター軍港で、修理の後9月7日に出港してバリクパパンを経由し、10月1日にトラック諸島に到着した。トラックに向かう途中の9月25日に第4艦隊付属となった。 10月4日にトラックを出港して10月8日にタラワに到着。タラワ在泊中の10月15日、アメリカ重巡洋艦ポートランドからの艦砲射撃を受ける。ポートランドは防空巡洋艦受納を伴ってソロモン諸島の戦場に向かう途中、砲撃訓練のためタラワ、アベママ、マイアナの各艦将を砲撃。タラワ砲撃の後にはタラワに入港しつつあった。 特設巡洋艦浮島丸、特設丘陵船日立丸、駆逐艦、夕凪に対して砲撃を行った。艦砲射撃による直接の被弾はなかったものの、内科艇一隻が試金弾で沈没した。10月31日から11月2日までは、ジャルート艦章に停泊し、11月6日には再び、タラワに戻った。12月からは、ブタリタリ。 安倍ママ近海で行動した。1943年3月12日にトラックに帰島する。3月21日、本艦と白露型駆逐艦航風は練習巡洋艦カトリと特設潜水母艦冷エ丸を越えして内地へ向かった。3月27日、4隻は横須賀に到着。その後、横浜にて修理を行う。5月20日、 第8艦隊付属となった。5月24日、筑紫と駆逐艦2隻は、空母2隻と練習寿命艦、鹿島を護衛して、横須賀を出発。29日トラック到着。本艦は6月6日に、ラバウルに進出。7月9日付で、ラバウル方面防備部隊に編入された。以後は、同方面で、測量や護衛、輸送任務に従事した。 9月に入り、中止な派遣軍中の第17師団をニューブリテンへ移して、連合軍に対抗させようとする構想が持ち上がる。第17師団を輸送するため、超2号輸送、低3号輸送、低4号輸送の計画が立てられ、大型の特設艦船や軽巡洋艦などが動員された。低4号輸送は、さらに3つの輸送隊に分割され、 そのうちの第二輸送隊は、軽巡洋艦2隻、元特設巡洋艦成長丸、五国丸、駆逐艦、三運で編成されていた。第二輸送隊は10月21日に、上海を出撃し、トラックを経て、ラバウルに向かう予定となっていた。トラック白地で戦力を再編。第二輸送隊は、軽巡2隻及び、 第17駆逐隊のカゲロウ型駆逐艦2隻となり、引き続き輸送船2隻を護衛する。ラバウルへ航行中の11月3日、第2輸送隊はカビエン近海で B-24 の爆撃を受け、清マ丸が資金団によって航行不能となった。清マ丸は、イスズに栄光されてカビエンに到着し、成長丸搭載の物件や人員を他の艦艇に移すこととなった。 これら物件の受け取りのため、本館は輸送船、竜王三丸を連れて、ラバウルを出港し、カビ園に向かう。しかし、カビ園入港間近の11月4日21時10分ごろ、江戸孫島付近で植来して沈没。同校の竜王三丸も間を置かず植来し沈没した。1944年1月5日、筑市は測量館より除籍。また、 帝国特務官席より除籍された。山高松次郎大佐、1941年6月12日から12月17日、山高松次郎大佐、1941年12月17日から1943年1月19日、上田康彦大佐、1943年1月19日から1942年の改め後計画において同警官である。 第5418号館の建造が計画され、三菱重工業横浜選挙で建造が予定されていたが、1944年5月5日に建造取りやめとなった。ありがとうございます。